デオダイアリー March 22nd, 2022 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan。 ビデオ日誌2023年3月22日林ひろしです。こんにちは。ダヴィンチは実在しなかったということなんですよね。はい、その証明がですね、延々と続いているわけです。はい、でこんなことを言うとですね、まあ皆さん驚かれるというわけですよね。よくわかってます。林ひろしはね、いつもとんでもないことばっかり言ってます。はい、しかしダヴィンチは存在していませんでした。はい、それでもダヴィンチは存在していませんでしたということなんですよね。でなぜそんなことを証明するかというとですね、ではダヴィンチが残した作品は誰が書いたものかということへとつながっていくわけです。話がね、話がつながっていくわけです。その誰が書いたかという部分へ話を持っていく前にですね、ダヴィンチは存在しなかったということを証明しなければならないわけです。では誰が、じゃあダヴィンチの作品、いわゆるね、私たちがよく知っているレオナルド・ダヴィンチの作品を書いたか、まあミケランジェロでもいいわけですけども、つまりは人間ではなかったという話へとつながっていくわけです。じゃあ人間ではなかったということになると、誰がということになっていくわけですよね。つまりそこに出てくるのがエイリアン、神ということになってくるわけです。つまり私たちの人間世界をですね、エイリアン、神によって遠い遠い昔から現在のこの瞬間に至るまで、支配という言葉には少し語弊があるかもしれませんけれども、神によって指導され、教育され、そして、まあ、つまりですね、神と人間の織りなす、つまりは別バージョンの人間史の中で現在の人間がいるということを知るということへとつながっていくわけです。じゃあなぜそんなことが重要かというとですね、つまりは今度は逆にね、人間内部というものを掘り下げて考えていった場合にですね、つまりは人間だけでは、つまり私たち人間のですね、つまりは未来を作り上げることはできないということです。まあ、それは現在的に持つ、あるいは人間自身が DNA レベルで持つ欠陥によるものかもしれません。それは分かりません。しかし、まあ、人間だけでは人間の未来を作ることができない。まあ、今まではという言い方は、まあね、大変自分勝手になっていますか、合点飲水的な考え方になるかもしれませんけれども、今まではまあなんとか、まあ、生きてきたわけですけれども、これから先はちょっと難しいですよという話へとつながっていくわけですけどもね、まあ、その理由はいろいろありますけども、まあ、いろいろありますよね。まさに人口爆発、環境変化、あるいはということになってくるわけですけども、まあ、一方でね、大量破壊兵器なるものをですね、手にしてしまったわけです。まさに昔からいうところですね、まあ、戦後ですけども、プロメテウスの火をですね、自分たちのものにしてしまったということですね。もっとはっきり言えば、猿ヶ島の猿がですね、マッチを持ってしまったということになるわけです。で、その猿にですね、そのマッチをコントロールするだけのですね、いわゆる精神性があれば、道徳性、あるいは哲学、倫理があればですね、問題ないわけですけども、果てどうかなということになってくるわけですよね。そして、まあ、人間はですね、つまりは、まあ、こういうふうに決めてかかるのはいろいろと問題があるかもしれませんけども、欲望の奴隷と化してしまったというところがあるわけです。ところが悲しいことにですね、そうした自分自身にすら気がつかない、
なこと言いますとね、林気がついているのかって言われますけども、気がつく、気がつかないという問題ではなくてですね、つまり、私たち自身がですね、一歩知り解いて、まあ客観的にね、例えば地球の上、宇宙に視点を置いてですね、人間を見てみればですね、今のこの私たちの人間の生き様そのものがですね、本当に私たちが歴史の中で、それこそ人間が作り上げてきた歴史の中で求めてきたもの ものなのかという疑問も湧いてくるわけです。つまり今のような結果を導くためにですね、私たちは今まで生きてきたのかということにもなるわけです。まあ、こんなこと言うとですね、人間にはもっと無限の可能性があるとは反論できますけども、じゃあこれから千年生きた場合に、その結果はどうなのかということを考えたときにですね、その先にあるのは、まあ、ひょっとしたらひょっとしてですよ、混沌とした、高校バクバクとした、つまりは無味乾燥な、つまりはインフェルノ、まあ、地獄編なんてのね、解くところのインフェルノになるのかもしれないということですね。となると、その未来に向かって、今私たちは何を努力しているかということになりますと、結局はその世界に向かっていくために、私たち今ここにいるということをですね、逆に知るとですね、暗淡たる気持ちになる。つまり、生きている意味そのものをなくしてしまうということになるわけですよね。そんなこともありまして、そんなこともあってですね、まあ、ちょっと話し込み入りましたけども、つまりは私たちはですね、今ここにいる、これからもずっと生きていくためにはですね、何かもっと別のものをですね、もう別の価値観を持って、別のというよりも、なかなか難しいですけども、人間自身のですね、精神性を高めて、そうした問題を克服していくしかないということになるわけで、ところが人間自身だけではですね、心もとないというところからですね、私たちの先を行く数千年、数万年、数十万年を先行く、つまりはエイリアンにしろですね、あるいは神にせよでしろですね、まあ、そういう方たちに謙虚になって今こそ教えを請うべき時ではないのかなというふうに私は考えています。あとそれを知ればですね、今私たちの今生きている、先ほど言いかけて、まあ、はしょってしまいましたけれども、つまり私たちがですね、人間が人間を客観的に見る目というそのものをですね、持つことができるのではないのかなというふうに思います。もちろん私もまだ未熟ですから持つことはできないと言いますけれども、まあ、その目を通してみればですね、例えば現在の今の世相を見るとですね、つまり欲望先行型、煩悩先行型ですよね。あるのはそこにある一人一人の個人の我のみですよね。まあ、それでいいのかということになってくるわけです。よくないですよね。ですから、まあ、これからね、人間が宇宙へ飛び出していくわけですけども、宇宙時代を迎えるにあたってですね、果たして今のままでこの太陽系の先住者、あるいはこの地球の先住者もいますけども、の人たちにそのまま迎え入れてもらえるかどうかということになってきますと、これは難しいんじゃないかと思うわけですよね。まあ、話戻しますと、それゆえにですね、私たちは今、私たちこの人間世界とは別にですね、むしろそちらの方が主流ということになるわけですけども、つまり神と人間の織りなす別バージョンの人間史の方に目を向けてですね、つまりエイリアン、神はですね、常に私たちのそばにいてですね、人間を指導し教育し、そして同時に温かく見守ってきたということをですね、知る時に来ているのではないのかなというふうに思っています。つまりまさに今こそ選択の、人間のね、選択の時ということになるわけですけども、それを知るためにはですね、まあ、皆さんの中にはですね、じゃあその証拠があるのかということになりますけども、実は今から500年前にですね、つまりは、まあ、何度も言いますように、カイン・キリストがですね、この地球上に降臨してですね、そして、まあ、絵画彫刻という形でですよね、私たちに数多くのメッセージを残してくれたということになります。そのメッセージをですね、今人間が、私たちがですね、読み解くことによってですね、つまりは、まあ、その
一歩神に近づくことができるということになるのではないでしょうか。はい、その近づくためのさらにその前駆的って言いますかね、前段階的な一歩として、まあこうして皆さんにですねご覧いただいているように、例えばですよ、ダ・ヴィンチなる芸術家というのは存在しなかったんだと。そしてダ・ヴィンチなる芸術家を通してですね、私たち人間が手にした絵画、ミケランジョが残したと言われている絵画彫刻を通してですね、それが第一歩ですよ。他にもいろんなさまざまな形で、まあ、コンタクトと言いますかね、上の方が私たち人間にコンタクトを取ってきているわけですけども、その第一歩として、まあ、ダ・ヴィンチは存在しなかった。じゃあ誰がそのダ・ヴィンチなる作品の名前で発表された作品を描いたのかという話へつなげていくためにはですね、その第一歩の、そのまた第一歩としてですね、つまりダ・ヴィンチは存在しなかったということを、まあ、証明する、しなければならないということになったわけです。まあ、それがですね、今ご覧いただいている動画ということになりますけども、まさしくダ・ヴィンチなる画家は存在しなかったということになるわけです。その第一歩として、まあ、いろんなところからその攻め込んでいますけども、肖像画というものをですね、この4229の10号で取り上げました。ダ・ヴィンチなるあの、まあ、芸術家のですね、死亡年月日も怪しい。まあ、いろいろあるわけですよね。まあ、いろんなところから怪しいって言いますかね。というところから入っていくわけですけども、さらにその第一歩としてですね、ダ・ヴィンチの肖像画そのものがですね、捏造された。神によって捏造された肖像画である。すなわち、ダ・ヴィンチなる画家は、受け渡しにはいたと思いますよ。神と人間の間を行き来してですね、そして、ダ・ヴィンチの名前で発表された作品をですね、私たち人間に渡して、これはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家の描いたものだと言いながら、そうした作品を受け渡していた、いわゆるハンダー、行き交うハンダーはいただろうと思います。それは人間だったと思います。しかし、ダ・ヴィンチなる人間は存在しなかったということを証明するための、さらにその前の段階としてですね、じゃあ、私たちがよく知っている、あのダ・ヴィンチのピンエモジャマジャの肖像画は何なのかということへと話が戻っていくわけです。まあ、そのあたりから、まあ、つまりは土台基礎を固めていくということになるわけですけどもね。それをですね、この4229の10号で、まあ、私がその証拠を添えてですね、皆さんに報告したということになります。つまり、ダ・ヴィンチなる人間は存在しなかった。その証拠の一つが、ダ・ヴィンチの私たちがよく知っているあのひげもじゃもじゃの肖像画そのものがですね、神によって、まあ、捏造というよりも合成によって何らかの形でね、現在私たちが使っているようなグラフィックソフトのようなものを使ってですね、作り上げられたいわゆる像であるということを、まあ、証明するということになるわけですが、それだけじゃないんですよね。と言いますか、その肖像画は、じゃあ今度は逆にですよ、誰かということになってくるとですね、つまりは実は神自身のそうした作品をですね、人間に渡していた、今度は神自身の自画像であるという話へと飛んでいくわけです。飛んでいくというよりもですね、その証拠もなくてですね、飛躍的に空想の世界で私がですね、まあ、こうした話をしているということではなくてですね、その証明も、まあ、つながっていくわけです。まあ、この段階でね、話を止めろと言われればですね、要するに、この今ご覧いただいているのがその動画ということになりますけれども、ダ・ヴィンチなる、まあ、いわゆる私たちが知っているこのダ・ヴィンチの作品というのは、ダ・ヴィンチ、まあ、人間のダ・ヴィンチという人間がいて、それがその人間が書いたり残したものではないということですよね。つまり神自身が書いたり残したものである。それをですね、その神と人間の間を行き交う、まあ、受け渡しにハンダーがですね、行ったり来たりしながら人間の方に向かってですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの書いたという画家の書いた作品だよと言って渡した。それを人間側がですね、受け取って、そうかそうかと言っているのが、まあ、あの時代のあの頃のいわゆる
神と人間の関係であったということになるわけです。で、まあ、多分ね、これはダ・ヴィンチが書いたものではないということを証明すると同時にですね、じゃあここに表現されている人物の顔は誰かということになるわけです。つまり、神自身の自画像ということになっていくわけです。またそこまで証明してですね、まあ、初めて、つまり、ダ・ヴィンチは存在しなかったということが証明できるわけです。それは、先ほど言いましたように、神の存在を証明するための初歩の第一歩の、そのまた第一歩ということになるわけです。で、その次に、今度はですね、じゃあ、ダ・ヴィンチなる画家の名前で発表されている作品は、誰が書いたものなのかということへと話がつながっていくわけです。そして同時にですよ、ここからが一つの重要なポイントになりますけれども、ミケランジェロのあの作品群にしてもですよ、ミケランジェロ自身は書いてない、つまり神自身が書いたものだということになるわけです。となると、そうした絵画、彫刻に残されているメッセージというのはですね、つまりは神自身が、神自身の手によって、神自身のためにとは言いませんけれども、人間のために、神自身によって残されたメッセージということになるわけです。つまり、そこらの作品をですね、の中に隠された暗号を読み取るということはですね、直接人間がですね、神自身が人間に与えたメッセージを読み取ることができるということになるわけです。それはいろんな意味で重要な意味を含むと思います。というのは、そのメッセージというのは、つまりは神自身が残したメッセージということからですね、つまりはその中には神の定義も含まれているということです。はい。ということからですね、つまり私たちはその作品の中に隠されたメッセージを知ることによってですね、つまりは神自身のメッセージを知ることができて、そのメッセージを通してですね、人間の次の世代に、まあ人間がですね、あるべき姿をですね、今知ることができるということになるのではないでしょうか。そういう意味で、大変、まあ人間の未来にとってもですね、決して500年前の作品を掘り返して、まあそのね、解説しているだけではなくてですね、人間の未来に向かってとても重要なと言いますか、とてもというレベルを超えてですね、人間の生死をかけた、つまりは重要なメッセージがその向こうにある。またそれを私たちが人間がですね、ものにすればですね、理解し、そして自分たちが進むべき指針とすることができればですね、つまりは人間も晴れて宇宙時代をその前に、その前方にですね、迎えることができるということになるわけです。つまりですね、中にはですよ、こうした謎を解くと、それがどうしたのっていうふうに反論なさる方も多いと思いますけども、つまりは、こうした謎を解くことによってですね、つまりは、逆に人間の未来をですね、作り上げていくということへと、つながっていくということになります。カイン・キリストはこの2000年間、まさしく新約束聖書の時代にあってですね、神とカイン・キリストの約束聖書の時代にあってですね、つまりは人間主導に分身と言いますかね、まあ私たちのそばにいて、まさに救世主としてそこにいたということになるわけです。今もいるということですね。言い換えると私たちは今こそ神、エイリアンの考えにですね、を知り、それに謙虚になるということではないでしょうか。まあ、4229の15をこの後つなげておきますけれども、大変長い動画ですけれども、まあ多分ね、見応えのある動画として、皆さんに、まあ、理解されるということを望んでいます。ダ・ヴィンチなる画家は存在しなかった。その第一歩として、ダ・ヴィンチの肖像画に表現されているあの人物は誰かということになるわけですね。そしてその先に皆さんもですね、神の存在というものを物的証拠、まさに今ご覧いただいているのは物的証拠ということになるわけですけれども、物的証拠を通してですね、理解していただければ幸いです。では今日のビデオラリーここで終わります。今ご覧いただいている4229の15はこの後につなげておきます。Bye for now.
In this video, I, Hiroshi Hayashi, prove with evidence that the Leonardo da Vinci's portrait was forged by God. この動画の中で、私、林博士は、ダ・ヴィンチのあの肖像画が時空を超えた神によって捏造されたものであることを証拠を添えて証明します。ヒロシ・ハヤシ、ハメマシティ・ジャパン、March the 19th, 2023。Before proving it so, please have a check these following facts. The picture on the left is said to have been painted by around 1460 by Andrea del Verrocchio. その前に次のことをどうか確認してください。左の絵はアンドレア・デル・ヴェロッキオによって1460年頃描かれた絵と言われています。The painting in the center is said to have been painted by Leonardo da Vinci around 1485, 25 years later.The picture on the right is said to have been drawn by Leonardo da Vinci around 1510, 25 years later. The painting on the right is now well known as Leonardo da Vinci's self-portrait, as you know. 中央の絵はそれから25年後の1480年頃、レオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた絵と言われています。そして、右の絵は、さらに25年後の1510年頃、レオナルド・ダ・ヴィンチによって描かれた絵と言われています。この右の絵は、現在、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像として、よく知られています。But if I prove that these three people are one and the same person, what do you think of it? Leonardo da Vinci had not yet been born when Andrea del Verrocchio drew the man on the left. がもしこれら3人の人物が同じ一人の人物であると私が証明したら、あなたはそれをどう考えるでしょうか。左の人物をアンドレア・デル・ヴェロッキオが描いた時にはまだレオナルド・ダ・ヴィンチは生まれていませんでした。However,50 years later, the same person as the one on the left was painted as a self-portrait of Leonardo da Vinci by a painter named Leonardo da Vinci. This means that the impossible happened here. が、その50年後に左側の人物と同じ人物がレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像としてレオナルド・ダ・ヴィンチという名前の画家によって描かれたということになります。つまり、ここでありえないことが起きたということになります。To conclude first here, these three paintings werePainted by another painter who transcends time and space, that is to say that, by God. 結論を先に言えば、これら3枚の絵画はもう一人の
時空を超えた画家、つまり神によって描かれたということになります。左二人の人物は同じであることは、まあ皆さん見て判断していただけると思います。で、中央と右の人物についてはですね、つまりは違いがないという点で一応同じと私林由志は判断します。と言いますか、もう一度後でもっと重要な証拠を皆さんにお見せしますが、これら二人の人物にはある特殊な共通点があります。それについてはもう少し後で説明しますが、この両者を比べてみてください。違いがないという点で、私、林浩司は同じ人物であると判断しました。顔の角度が違いますから、比較しにくいところがありますが、例えば目の付け根のイボなどはですね、同じということになります。小さな小鼻、それから目の下のたるみなどですね。そんな点に注意しながら、どうかこの絵を比較してみてください。左の絵はですね、右の絵が描かれるよりもですね、25年前に描かれているということもどうか忘れないでください。で、一応ここでは、これら二人の人物は同じ人物ではないかということにしておきます。で、さらなる決定的な証拠がこの目の中に、二人の人物の目の中に残っていました。皆さんよくご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像です。その向かって右側の左目に注意してください。右目ですね。そしてこれが左目です。目の中にですね、人間にはない瞬膜と呼ばれる目を保護する膜が表現されているのがわかります。左右の目を比較していただくとですね、両側同じようにやや出ますか、3分の1ほど瞬膜が目を覆っているのがわかります。瞬膜です。で、この瞬膜のラインに注意してください。で、これが先ほど皆さんにお見せしました中央の人物の目の拡大部分です。やはりこの目の中にも瞬膜が表現されています。瞬膜です。つまり中央の人物と右の、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画の中に描かれている人物の目にはですね、いわゆる瞬膜という膜が表現されているということになります。人間にはない、あるいはもう退化してしまった膜ということになります。下が爬虫類のですね、瞬膜ということになります。で、境目の目の、いわゆる瞬膜と目の境目のところに小さな粒々の点がありますね。そんなところにも注意してください。これらの絵はですね、つまりは手書きで描いた絵ではないという証明にもなります。が、それは今日のここでのポイントではありません。そしてもう一度、左側の人物と中央の人物を比較してみます。アンドレア・デル・ベロッキオが描いたと言われているセント・ジェロームと題された絵です。そしてこれがレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームと題された絵です。これら両者は見た感じと言いますか、同じということになりますが、もう一度念のために確認してみます。左がアンドレア・デル・ベロッキオの描いたセント・ジェローム。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたセント・ジェローム。この間には25年という歳月が流れています。左の絵が描かれた時には、まだ一応レオナルド・ダ・ヴィンチは生まれていませんでした。で、比較してみるとですね、全く違いがないという点で同じ人物と私、林浩司は判断しました。
ただ老若があります、まあ、この顔を見るとですね、間にほぼ25年ぐらいの年齢差があるようにも見えます。あるいはもう少し短いかもしれません。でやはり目の表現の仕方ですね。それから左の人物にも奇妙な膜のようなものが描かれています。そして鼻、耳が特にポイントですから見てください。耳というのは個人差の大変強い部位ですけども、全く同じです。そして頬骨の下の顎の出っ張りですね。それから、まあ、細かいところの表現の仕方などに注意してください。全く同じ、つまり違いがないという点でこの両者は同じ人物と私林浩司は判断しました。となるとこうした事実をですね、どのように考えたらよいかということです。そして右側の人物と同じ瞬膜がですね、私たちがよく知っているあのひげもじゃもじゃのレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の中にも描かれているということになります。こうして三者がつながっていきます。つまり三人とも同じ一人の人物であるということになります。さらに詳しく検証してみます。左右入れ替えて検証してみます。左がダヴィチの描いたセントジェロームと題された絵、右がやはりセントジェロームと題されたアンドレア・デル・ベロッキョの絵ということになります。でこうして比較してみるとですね、やはり全く違いがないということになります。皆さん自身の目で確認してください。2つに分かれた顎、それから広い幅の口ですね、それから頬の下の筋肉、それから頬骨の下の、まあ、筋肉、頬骨、出っ張った頬骨ですね。そして薄い髪の毛、この間には一応、まあ、25年という年月が流れてますけども、まあ、ほぼ25歳前後の違いがあるのかなというふうにも考えられます。まあ、そのこともですね、勘案しながらですね、両者を比較してみてください。全く同じだということです。まあ、違いがないという以上に全く同じだということになります。こうして3人の人物の顔がつながりました。アンドレア・デル・ベロッキョの描いたセント・ジェロームと題された絵に表現されている人物と、それからレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームと題された絵の中に表現されている人物と、そして私たちがよく知っているあのひげもじゃもじゃのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔がつながったということになります。特に左の絵とですね、まあ私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチのひげもじゃもじゃのあの顔の人物とはですね、瞬膜でつながっているということになります。そして右の人物ですね、アンドレ・デル・ベロッキョの描いたこのセント・ジェロームなると題されている絵の中の人物の目にもですね、まあ、瞬膜のようなものが表現されているということです。まあ、人間にはない、まあ、そのこの目のですね、付け根の上に飛び出たというか、そういう膜のようなものが表現されているということになります。まあ、瞬膜であるとは断言できません。ともかくもですね、こうして両者が同じだということです。で先ほども言いましたように、もう一度ここで耳を確認してください。左はダ・ヴィンチが描いた絵と言われています。右はアンドレア・デル・ペロッキョが描いた絵と言われています。右の絵が描かれた時にはまだダ・ヴィンチは生まれていませんでした。ということになりますよね。はい、一応そのように、ここでは判断しておきます。ともかくもこの両者の耳は全く同じだということです。つまりこれらを描いた画家はですね、つまり一人の同一画家ということへとつながっていくということになります。まあ、小さな耳、タブですね。それから、まあ、その耳の付け根のところに何かしらこう、まあ、普通はないような切れ込みのようなものが表現されています。つまりこの両者は同じということになります。となるとですね、こうした事実をどのように考えたらよいかということになります。左はレオナルド・ダ・ヴィンチが1480年前後ですね、に描かれた絵と言われています。右がアンドレア・デル・ベロッキョがですね、1460年頃描いた絵ということになっています。まあ、この年代というのはですね、後でまあいろんな研究によってですね、まあ、決まるということがありますので、正確にその年号、年数がですね、絵のどこかに書いてあったということではないと思います。ですから、まあ、やや曖昧ということがありますけど、曖昧な点もありますけども、まあ、この事実をどう考えたらいいかということですよね。で、もう一度最初の場面に戻ります。
左がアンドレア・デル・ベロッキョがですね、65年頃ですね、描いたセント・ジェロームと題された絵です。そして中央がですね、ダ・ヴィンチ、レオナルド・ダ・ヴィンチが1485年頃描いた絵というふうになるわけです。そして1510年、一般にはダ・ヴィンチが60歳の時に描いた絵ということになっています。ダ・ヴィンチは67歳でこの世を去ったことになっています。で、この年表を重ねてみるとですね、ちょうどこの25年を置いてですね、まあ、この3枚の絵が描かれたということになります。で、下にそのダ・ヴィンチのですね、1452年に生まれたことになっていて、そして1519年に亡くなったということでですね、こうしてまあ年表をですね、並べてみました。となると、こうした事実をどう考えたらよいかということですね。右のレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画はですね、左2枚の肖像画のをと同じ、あるいは共通点をしっかりと持った絵ということになります。まあ、見た感じ、まあ、表現といいますかね、同じ人物だと分かるわけですけども、例えば瞬膜によってですね、まあ、この2人は瞬膜によってつながれているということになります。まあ、それについては先ほど証明しましたけども、まあ、ヒゲをつけてですね、そして両者をですね、セピアカラーにして比較してみるとですね、まあ、つまりは同じ雰囲気、同じ人物と判断してよい人物ということになるのではないでしょうか。ということは、右の私たちがよく知っているこのレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はですね、つまりは捏造された肖像画ということになります。つまり右の人物を描いたレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物はですね、その時にその右の絵を描いたのではないということになるわけです。すでにその原画はですね、まあ、その右の絵が描かれる50年前にですね、アンドレア・デル・ベロッキョに描かれ、そしてその25年前にですね、この右の絵が描かれる25年前に左のいわゆるセント・ジェロームと題された絵がですね、描かれているということになります。そして奇妙なことに、左の人物の方がですね、右の人物よりもやや年を取っているように見えます。まあ、右の方が若く見えるということです。まあ、年代があべこべだということです。そしてこの両者は全く同じということになっていくわけです。つまり繰り返しになりますけども、右のレオナルド・ダ・ヴィンチのこの肖像画は、まあ、時空を超えた画家、つまりは神によって捏造された絵ということになるのではないでしょうか。まあ、こういう方面からもですね、つまりダ・ヴィンチなる人物はですね、まあ、その少なくともこの人物に、肖像画に表現されている人物は存在すらしていなかったということになります。もう一度最後に確認してください。年表を見てください。1460年頃、左の絵が描かれた。そして1485年頃、中央の絵が描かれた。そして右の絵が1510年頃描かれた。この三者は同じである。しかもですね、瞬膜でつながる。左二人は、まあ、同じですよね。瞬膜で右二枚がつながってですね、なおかつ、まあ、左の右のですね、二枚を比較していただくと分かりますように、むしろ、いいですか、1510年に描かれたダ・ヴィンチの顔よりもですね、中央のいわゆるセント・ジェロームと題された絵に表現されている人物の方がですね、いわゆる年を取っているように見えるということになります。ではこれらの人物は誰かについて、以前作りました動画をこの後につなげておきます。さらにダ・ヴィンチのその肖像画の謎に迫ることができると同時にですね、つまりはレオナルド・ダ・ヴィンチなる、まあ、画家はですね、人間画家は存在しなかったという私、林浩司の説をですね、裏付けることになると思います。続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. Came Christ, who descended during the Renaissance around 1500, left many messages.To us humans. One of them is a painting entitled Saint Jerome. The number 61 and the number 27 were hidden in the painting. 61 and 27 stand for God and King according to Jewish geometry. This is important. 61 and 27stand for God and King according to Jewish geometry. In other words,
The man depicted in the picture was a figure of God himself pretending to be Saint Jerome. So, in this way, King Christ not only expressed himself as a self-portrait of the God himself, but also taught us humans that Christ is King in the Bible. In other words, King Christ himself is the human savior.1500年前後のルネサンスの時代に降臨したカイン・キリストは数多くのメッセージを人間に残しました。その一つが聖ジェロームと題された絵画です。その絵画の中には61という数字と27という数字が隠し込まれていました。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。ここが重要です。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。つまりその絵に描かれている人物は聖ジェロームに見せかけた神自身の姿だったということになります。で、このような形でカイン・キリストは自ら神自身の自画像を表現するのみならず私たち人間にこう教えたということになります。キリストというのは聖書でいうところのカインです。とつまりカイン・キリスト自身が人間の救世主ということになります。広し林浜松シティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。一般にこの絵はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵とされ、またこの絵はですね、聖ジェロームを表現したものだと言われています。右下にですね、白抜きのライオンが描かれているために聖ジェロームであるとです。で、この聖ジェロームの左上にはですね、61という数字が隠し込まれていました。その姉妹作である東方三博士の礼拝の絵の中にはですね、131という数字が隠し込まれていました。まあ、61だけを見るとですね、そのようにも見えるかなというふうにお考えになる方も多いと思いますけれども、右のですね、東方三博士の礼拝の中には131という数字がですね、ともに180度回転した状態で書かれています。で、ここで注意していただきたいことはですね、書体が同じだということです。左は聖ジェロームなる絵の中に書かれている61です。右は東方三博士の礼拝の中に書かれている131です。1の書き方に注意してください。同じということですね。つまり聖ジェロームの絵の中には61という数字が隠し込まれていました。61というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると神、神ということになります。つまりここに描かれているのは、セント・ジェロームに見せかけた
神自身の自画像ということになります。ついでに言えば、右の東方三博士の礼拝の中に書かれている中央の人物は、一見すると赤子イエスを抱いたバージンマザーのように見えますが、これはバージンマザーイコール、つまりはイナンナであるということを、このような形で、1500年前後にですね、あの時代にフロレンスに降臨した神は私たち人間に教えたということになります。ここが重要ですから、ここでは特に左に注意してください。聖ジェロームに見せかけた神自身の自画像であるということになります。61イコール神ですが、それだけではなかったんですね。この聖ジェロームの中にはですね、27という数字が隠し込まれていました。27はですね、ユダヤのゲマトリアで解読するとカインとなります。もう一度この聖ジェロームの絵を見てください。足に注意してください。27となります。72ということになるというふうにお考えの方も多いと思いますけども、古代ヘブライ語はですね、左右自由に読み書きできるようになっていました。ですから72は27と読み替え、27はカインとなります。同じ手法を使ってですね、ミケランジェロ・プラノティがですね、カッシナの絵の戦いの中にやはりユダヤのゲマトリアを使ってですね、私たち人間にメッセージを残しました。この絵の中には777527という数字が隠し込まれていました。77キリスト、50ビブリカル、つまり聖書の、そして27はカインです。つまりですね、この絵を通して1500年のあの前後のあの時代に現れたカイン、キリストは、キリストというのは聖書でいうところのカインであるというメッセージを残したということになります。つまりこのメッセージもですね、カイン自身が人間に直接与えたメッセージということになります。ここに書かれているメッセージと先のセント・ジェロームの中に書かれているメッセージを重ね合わせて考えるとですね、つまりは神というのはカインであり、そして私たちがキリストと呼ぶ、つまり救世主というのはですね、聖書というところの救世主というのはカインなんですよというメッセージを残したということになります。そしてここが重要ですけども、こうした絵画は、つまりは物、絵画というものイコール神の存在を直接的に示す物的証拠ということになります。今から500年前に神、カイン、キリストはですね、この地上に降臨し、このような物的証拠を私たち人間に残したということになります。つまりカイン、キリスト、神自身がこの地球上に現実的に実在する、もっとはっきり言えば実存するという物的証拠を、このような形で絵画というもの、物的証拠を通して私たち人間に残したということになります。そして左のセント・ジェロームの顔と右のアンドレア・デル・ベロッキョの顔は全く同じです。ただ年齢差はあると思います。左の方がより年を取っている、右の方がより若いということになります。つまりアンドレア・デル・ベロッキョの表現したこのセント・ジェロームなる絵は神自身の自画像ということになります。これでつまりはアンドレア・デル・ベロッキョの描いたこの人物、一般にはこの絵はですね、聖ジェロームと言われていますけれども、この人物が聖ジェロームということになるわけですけれども、繰り返しになりますが、聖ジェロームに見せかけた、つまりは神自身の自画像ということになるわけです。ではこうした絵を描いたのは誰かということになりますけれども、そうした事実を知っている神はただ一人、カイン・キリストということになります。つまりここに表現されている神、カイン・キリストは
つまりは神自身、キリスト自身の自画像ということになります。Wikipedia English writes about Mark set upon Cain as follows. The curse of Cain and the mark of Cain are phrases that originated in the story of Cain and Abel in the book of Genesis. In the stories, if someone harmed Cain, the damage would come back sevenfold. Some interpretations view this as a physical mark, whereas other interpretations see the mark as a sign and not as a physical mark on Cain himself. The King James Version of the Bible reads, "Set a mark upon Cain." But what is that mark?I, Hiroshi Hayashi, have determined that the fact that his face was hairless is a mark. 弟のアベルを殺した罰により、兄カインはマーク、つまり誰が見てもすぐわかる印がつけられます。が、そのマークとは何か。私、林浩司は顔をのっぺらぼうにされたことがその印であると判断しています。広志林、MMS City, Japan。This is...One of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim.What are you talking about? He's of course Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It isLeonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of
King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was the face of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまり、あのレオナルドの肖像画として書かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うと、おそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に書かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が、本当にそう考えてよいのでしょうか。私、林博は、あのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広し林、ハメメスシティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。が、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり、瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はこの三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは
永遠の神ロードアイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ、永遠の神ロードアイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュイエスにあってシャマーシュイエスにあらず、しかしカインキリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュイエスということになります。This is a picture entitled Saint Jerome by Leonardo da Vinci. However, the number 61 was hidden in the background of this picture. 61 stands for God in Jewish gematria. In other words, the person depicted here is God himself, a self-portrait of GodHimself. Generally, this picture is entitled Saint Jerome because a white blank lion is drawn below, but this is also one of the tricky pictures. In other words, this is a self-portrait of God himself, drawn by God himself, being disguised as Saint.ジェローム。これは聖ジェロームと題された絵ですが、この絵の背景には61という数字が隠し込まれていました。61はユダヤのゲマトリアでは神を意味します。つまりここに書かれている人物は神自身の自画像ということになります。一般には下に白抜きのライオンが描かれていることから聖ジェロームということになっていますが、これも騙し絵の一つということになります。つまり聖ジェロームに見せかけた神自身による神自身の自画像ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。The original sketch of this is said to have been drawn by Michelangelo Buonarroti. However, in the sketch, it is written in code as Christ isBiblical King. Number 775025 stands for Christ's Biblical King in Jewish gematria. In other words, Christ is what the Bible writes King. If you read this painting, you will also find that there is a number 15 and 20. 15 is a sacred number of
in Dana Maria, and 20 is a sacred number of Shamash Jesus. What drawn here is Inanna on the left and Shamash on the right. However, what is written here was not only contrary to the doctrine of Christianity in the Middle Ages, but also unthinkable for anyone in common sense. Of course, Michelangelo himself, who is said to have painted this picture, had no way of knowing it. Everyone believed that the Savior is Jesus. However, in the painting, it was written that Christ is Cain in the Bible. Cain in the Bible. It writes that Cain, who killed his younger brother Abel with jealousy, is Christ. Then, there is something important here I would like you to think about. In other words, who can write these words or such a serious confession? If you read these words again, as it is, Christ is Cain who killed his younger brother. And moreover, Maria is Inanna and Jesus is Shamash. If Cain himself wrote this wording, it would be a serious confession. There's no other person who can write such wording except Cain himself. Furthermore, I say here that it is only Cain himself who knows such a thing. In other words, it was Cain himself who painted the picture. There is no other God than Cain himself. Yes, Cain himself. Yes, that's right. It was Cain himself who could draw this. In other words, that is to say that this one single picture teaches the mystery of Christianity as a whole. At the same time, the series of paintings of all the works, including Leonardo da Vinci and Michelangelo's works, are the ones that Cain Christ left behind as messages to humans. Cain Christ is the greatest artist in the history on this planet, the Earth. このスケッチの原画はミケランジェロ・バルヌティが描いたものと言われていますが、このスケッチ画の中には暗号でキリストは聖書でいうところのカインと書いてありました。つまりキリストというのは聖書でいうところのカインなんだよとです。さらにこの絵画を読み直してみると、そこには1520という数字があることがわかります。15はイナンナ・マリアの神聖数です。20はシャマーシュ・イエスの神聖数です。ここに書かれているのはシャマーシュ・イエスとイナンナ・マリアということになりますが、この内容は中世のキリスト教の教義に反するのみならず、一般の常識においても考えられないことでした。もちろんその絵を描いたとされるミケランジェロ自身も知る由もなかったことです。救世主というのはイエスであると誰もがそう信じていたからですが、その絵画の中にはキリストは聖書でいうところのカインと書いてあったのです。カイン、つまり弟のアベルを嫉妬に駆られて殺した兄のカインがそのキリストだというわけですが、ここで皆さんに考えてみてほしいことがあります。とても大切なことです。つまりこうした文言を暗号であるにせよ、それを書けるのは誰かということです。
誰かということです。この文言をそのまま読むと、キリストというのは弟を殺したカインですよとなります。さらにマリアとはイナンナのことですよ、イエスとはシャマーシュのことですよと。つまり左側に立っているのがイナンナマリア、右下にいるのがシャマーシュイエスと。もしこの文言をカイン自身が書いたとするなら、それは重大かつ深刻な告白ということになります。またそんな文言を書けるのはカイン自身を置いて他にいません。さらに言えば、そんなことを告白できるのはカイン自身でしかないということになります。言い換えると、その絵を描いたのはカイン自身ということになります。他の神ではありません。カイン自身です。そうです、その絵を描いたのはカイン自身ということになります。つまりこの一枚の絵がキリスト教全体の謎を教えていることになります。同時に一連の絵画を描いたのはカインキリストであったことを示しているということになります。ここが重要です。同時に一連の絵画を描いたのはカインキリストであったということを示しているということになります。ダヴィンチやミケランジェロが書き残したと言われている作品は、すべてそのカインキリストが人間へのメッセージとして書き残したということになります。カインキリストこそがまさにこの地球上における最も偉大な芸術家だったということになります。繰り返します。カインキリストこそがこの地球上における最も偉大な芸術家だったということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。一応ミケランジェロ・バノーティが描いたとされるカッシナの戦いと題された絵です。実のところこの絵がですね、本当にミケランジェロが描いたかどうかについてはいろいろと言われています。がしかし、まあ、そのスケッチ画のコピーが残っていたというわけです。でその中には775027という数字が隠し込まれていました。775027です。で775027をですね、ユダヤのシンプルケマトリアで解読するとキリスト聖書のカインとなります。つまりキリストというのは聖書でいうところのカインのことだよという意味になるわけです。ここが重要ですから、皆さん自身の目で確認してください。775027ですね、がそれだけではありませんでした。1、そしてその下に5、そして02と続きます。02は20と読み直します。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできるようになっていました。ともかく15はですね、イナンナ・イシュタール・マリアの神聖数です。20というのはシャマーシュ・ウツ、つまりイエスの神聖数です。つまりこの絵の中には2つのメッセージが込められていたということになります。キリストというのは聖書でいうところの会員だよという意味と、そしてイナンナ・マリアとシャマーシュ・イエスがいわゆるキリスト教の原型を立ち上げたという意味になります。がしかしカインというのはですね、嫉妬に駆られて弟のアベルを殺した大罪を背負った神ということになります。ここが重要です。カインというのは嫉妬に駆られてですね、弟のアベルを殺すという大罪を犯した神です。その神がつまりは聖書でいうところのカインだというわけですね。つまりこうした告白をできるの、告白がですね、できるのは誰かということになります。神のいわゆるまあ根幹、キリストの根幹に関わる告白ができたのは誰かということです。つまり神自身だということですよね。
で、みんなですね、カインの素顔、元の顔だと私は判断しています。弟を殺した罪によりですね、このカインは顔にマークをつけられます。一般にはマークと言われ、顔を落とされたとなっていますけれども、つまりひげ、髪の毛を落とされたということになるわけです。で、77をもう一度見てください。これは、七七礼拝堂天井、まあ、壁画のですね、最後の審判と題された絵ですけれども、そこには77という数字が隠し込まれていました。77はユダヤのゲマトリアによれば、キリストを意味します。つまり、これがキリストだというわけです。そして、このキリストがですね、つまり、カインであったというわけです。で、このカインに注目するわけですけれども、カインにはヒゲがありませんでした。そのことはですね、ゼケラ書の書いたロストブックオブ延期、延期の失われた書の中に記述がありました。第8の年度版の中にその記述が出てきます。2ページ目ですね。この下あたりにそれが書いてあります。カインにはヒゲがなかった、ヒゲのないカインがそこにあったと書いてあります。ここですね。で、拡大して読み直してみます。And the face of Cain on the right was beardless, and the face of Seti on the left with beard was. つまり、右側にいたカインの顔にはヒゲがなかった。そして左側にいたセトの顔にはヒゲがあったというわけですね。つまり、カインは弟を殺した罪によりですね、その上の神から、まあ、顔を聖書の方ではファレン、落とされたとなっています。その落とされたという意味がですね、つまりカインの顔ということになるわけです。まあ、当時ね、今もそうですけども、ヒゲのない髪の毛のない男というのは大変あの地域においては目立つ存在であったわけです。まあ、誰が見てもそういう人間だったというわけですね。まあ、そういうことを念頭に置きながら続く動画をどうかご覧になってください。レオナルド・ダ・ヴィンチの顔にまつわる謎を皆さんにも分かっていただけると思います。Bye for now. This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim. What are you talking about?He is, of course, Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It is Leonardo da Vinci's face.That has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached.To the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was the face of an eternal God.That has united the three gods. Leonardo
ダ・ヴィンチについての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として描かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に描かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えてよいのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林ハメメスシティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はこの三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神ロード・アイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ永遠の神ロード・アイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。しかしカイン・キリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュ・イエスということになります。そしてその永遠の神ロード・アイオンはモナリザと並びます。モナリザ、つまり火星の永遠の神マーズ・アイオン
の文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまり大陰キリストは左で永遠の神ロードアイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マースアイオン、つまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔を、つまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞬膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞬膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像はこうして加工して作られた顔だということです。
gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. To Jesus, one is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and Marduk, who was a replacement of crucified Jesus. Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over 2 millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humans to make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. Hayashi Hiroshi のイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドゥクです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。ヒロシハヤシ、浜松シティ、ジャパン。イエス・キリスト二人説です。今ご覧いただいている表の中で赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス、そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。で、結論ということになります。繰り返しになりますが、アンドレア・デル・ベロッキオとダ・ヴィンチはイエスの洗礼の絵の中に3人の神を描いています。シャマーシュ・イエス、このシャマーシュ・イエスは十字架にかけられる前にマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されています。そしてその右にいるのがカイン・キリストということになります。このカイン・キリストの顔はミケランジェロがシステナ礼拝堂の壁画に描いている、まあ、いわゆるキリストですね。その下に77という数字がありますからキリストの顔と一致します。そしてその上にですね、固めの鳥が描かれています。固めイコール固めのマルドゥクへとつながっていきます。で、今ご覧いただいているのはカイン・キリストです。弟のアベルを殺したためにですね、まあ、このようなのっぺらぼうにされたというわけです。そしてこの顔にですね、固めのマルドゥクの顔が描かれました。そして左がですね、シャマーシュ・イエスのひげということになります。シャマーシュ・イエスは大変髪の毛のふさふさとしたひげの濃い神様であったと考えられます。そしてこの3人、つまりですね、カインとマルドゥクとそしてシャマーシュ・イエスの顔を合体してできたのが、その下のレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。まあ、それぞれの細かい証明についてはそれぞれの動画をどうかご覧になってください。ともかくもこの左いますか、この中央下のですね、この、人物はロード・アイオン、なあち永遠の神、ロード・主アイオン、永遠の神ということになります。その文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。なあちレオナルドというのはですね、主なる永遠の神のアナグラムというわけです。で、これが結論ということになりますが、私たちが知っているダ・ヴィンチのこの肖像画はですね、カイン・キリストとマルドゥクとそしてシャマーシュ・イエスの顔、つまりはイエスの洗礼の中に書かれている3人の神ということになりますけれども、この3人の神の顔をですね、合体してできたものだということです。
これがこの動画の結論ということになります。John chapter 8:11. Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. イエスはこう言ったとされています。何時らのうち罪なき者石もて打てと、つまり石を持って人を責めることができるのは神イコールイエスだけということになります。その石をセントジェロームなる人物が持っているということは、この人物はセントジェロームではなくてイエス自身ということになります。広し林市浜松シティジャパン。今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセントジェロームの絵です。このセントジェロームの絵の背景に61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてこの人物は向かって左側右手の中に石を持っています。つまりこの人物は神自身であることを示しています。が、今日のポイントはここではありません。あのパブロ・ピカソも代表作ゲルニカの中にそのセント・ジェロームを描き込み、そしてその手の中に石を描いていました。パブロ・ピカソの代表作、それがゲルニカです。このゲルニカの右下のところにセント・ジェロームが描かれていますが、パブロ・ピカソも
これがセントジェロームであることを知りませんでしたと私は判断しています。右がセントジェロームです。左右反転するとそのポーズはまさにゲルニカの中に描かれている人物と一致するということです。ポーズを丁寧に追いかけてみてください。つまり左のパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれている人物はセント・ジェロームということになりますが、パブロ・ピカソもこの事実を知りませんでした。私林博士がこの事実を発見したのは2017年の終わりです。つまりパブロ・ピカソはですね、この事実を知る由もありませんでした。となるとこのゲルニカは本当にパブロ・ピカソが描いたのかということになります。謎が謎を呼ぶというわけです。それはともかくも、今ご覧いただいていますようにこのパブロ・ピカソの描いたセント・ジェロームの手の中に石らしきものが描かれています。一見すると指のように見えますが、指はちゃんと5本別に書いてあります。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームであり、そしてそのセント・ジェロームは石を持っているということです。右のセント・ジェロームが石を持っていると発見して、そしてそれを発表したのはこの私林博士が最初です。となるとこうした事実をどのように考えたらよいかということになってきます。ともかくもここに描かれているセント・ジェロームなる人物は、つまりセント・ジェロームを台にした絵ではなくて、つまりは1500年後のイエス自身が自らの姿、つまり自画像を描き込んだということになります。石持て打てる人物は誰か、つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてその絵の背景には61、つまりユダヤのゲマトリアによれば神を意味する暗号が隠し込まれていました。これが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. The sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessing flow, for as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound.
wonders of his love, and wonders of his love, and wonders and wonders of his love. Christ, who descended during the Renaissance around 1500, left many messages to us humans. One of them is a painting entitled Saint Jerome. The number 61 and the number 27 were hidden in the painting. 61 and 27 stand for God and King, according to Jewish gematria. This is important. 61 and 27 stand for God and King, according to Jewish gematria. In other words, the man depicted in the picture was a figure of God himself pretending to be Saint Jerome. So, in this way, King Christ not only expressed himself as a self-portrait of the God himself, but also taught us humans that. Christ is King in the Bible. In other words, King Christ himself is the human savior.1500年前後のルネサンスの時代に降臨したカイン・キリストは数多くのメッセージを人間に残しました。その一つが聖ジェロームと題された絵画です。その絵画の中には61という数字と27という数字が隠し込まれていました。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。ここが重要です。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。つまりその絵に描かれている人物は聖ジェロームに見せかけた神自身の姿だったということになります。で、このような形でカイン・キリストは自ら神自身の自画像を表現するのみならず私たち人間にこう教えたということになります。キリストというのは聖書でいうところのカインです。とつまりカイン・キリスト自身が人間の救世主ということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。
一般にこの絵はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵とされ、またこの絵はですね、聖ジェロームを表現したものだと言われています。右下にですね、白抜きのライオンが描かれているために聖ジェロームであるとです。で、この聖ジェロームの左上にはですね、61という数字が隠し込まれていました。その姉妹作である東方三博士の礼拝の絵の中にはですね、131という数字が隠し込まれていました。まあ、61だけを見るとですね、そのようにも見えるかなというふうにお考えになる方も多いと思いますけれども、右のですね、東方三博士の礼拝の中には131という数字がですね、ともに180度回転した状態で書かれています。で、ここで注意していただきたいことはですね、書体が同じだということです。左は聖ジェロームなる絵の中に書かれている61です。右は東方三博士の礼拝の中に書かれている131です。1の書き方に注意してください。同じということですね。つまり聖ジェロームの絵の中には61という数字が隠し込まれていました。61というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると神、神ということになります。つまりここに描かれているのはセントジェロームに見せかけた神自身の自画像ということになります。ついでに言えば、右の東方三博士の礼拝の中に書かれている中央の人物は、一見すると赤子イエスを抱いたバージンマザーのように見えますが、これはバージンマザーイコール、つまりはイナンナであるということを、このような形で、まあ、1500年前後にですね、あの時代にフロレンスに降臨した神は私たち人間に教えたということになります。ここが重要ですから、ここでは特に左に注意してください。聖ジェロームに見せかけた神自身の自画像であるということになります。61イコール神ですが、それだけではなかったんですね。この聖ジェロームの中にはですね、27という数字が隠し込まれていました。27はですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると、カインとなります。もう一度この聖ジェロームの絵を見てください。足に注意してください。27となります。72ということになるというふうにお考えの方も多いと思いますけども、古代ヘブライ語はですね、左右自由に読み書きできるようになっていました。ですから、72は27と読み替え、27はカインとなります。同じ手法を使ってですね、ミケランジェロ・プラノティがですね、カッシナの絵の戦いの中に、やはりユダヤのゲマトリアを使ってですね、私たち人間にメッセージを残しました。この絵の中には、77750、27という数字が隠し込まれていました。77、キリスト、50、ビブリカル、つまり聖書の、そして27はカインです。つまりですね、この絵を通して1500年のあの前後のあの時代に現れたカイン、キリストは、キリストというのは聖書でいうところのカインであるというメッセージを残したということになります。つまりこのメッセージもですね、カイン自身が人間に直接与えたメッセージということになります。ここに書かれているメッセージと先のセントジェロームの中に書かれているメッセージを重ね合わせて考えるとですね、つまりは神というのはカインであり、そして私たちがキリストと呼ぶ、つまり救世主というのはですね、聖書というところの救世主というのはカインなんですよというメッセージを残したということになります。そしてここが重要ですけども、こうした絵画は、つまりは物、絵画というものイコール神の存在を直接的に示す物的証拠ということになります。今から500年前に神、カイン、キリストはですね、
この地上に降臨し、このような物的証拠を私たち人間に残したということになります。つまりカイン、キリスト、神自身がこの地球上に現実的に実在する、もっとはっきり言えば実存するという物的証拠をこのような形で絵画というもの、物的証拠を通して私たち人間に残したということになります。そして左のセント・ジェロームの顔と右のアンドレア・デル・ベロッキオの顔は全く同じです。ただ年齢差はあると思います。左の方がより年を取っている、右の方がより若いということになります。つまりアンドレア・デル・ベロッキオの表現したこのセント・ジェロームなる絵は神自身の自画像ということになります。これでつまりはアンドレア・デル・ベロッキオの描いたこの人物、まあ、一般にはこの絵はですね聖ジェロームと言われていますけれども、この人物が聖ジェロームということになるわけですけれども、繰り返しになりますが聖ジェロームに見せかけた、つまりは神自身の自画像ということになるわけです。ではこうした絵を描いたのは誰かということになりますけれども、そうした事実を知っている神はただ一人、カイン・キリストということになります。つまりここに表現されている神、カイン・キリストは、つまりは神自身、キリスト自身の自画像ということになります。Wikipedia English writes about the mark set upon Cain as follows. The curse of Cain and the mark of Cain are phrases that originated in the story of Cain and Abel in the book of Genesis. In the stories, if someone harmed Cain, the damage would come back sevenfold. Some interpretations view this as a physical mark, whereas other interpretations see the mark as a sign and not as a physical mark on Cain himself. The King James Version of the Bible reads, "Set a mark upon Cain." But what is that mark?I, Hiroshi Hayashi, have determined that the fact that his face was hairless is a mark. 弟のアベルを殺した罰により、兄カインはマーク、つまり誰が見てもすぐわかる印がつけられます。が、そのマークとは何か。私、林博士は顔を
のっぺらぼうにされたことがその印であると判断しています。広志林、MMS City Japan。This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim.What are you talking about? He's of course Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It isLeonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye,Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was aface of an eternal God that has united the three gods. レオナルド・ダ・ヴィンチについての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまり、あのレオナルドの肖像画として書かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に描かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。本当にそう考えてよいのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林、MMS City Japan。もう一度最初から画面を見ながら説明します。
これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり、瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画は、この3人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神、ロード・アイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは3人の神を合体させ、永遠の神ロード・アイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。しかしカイン・キリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュ・イエスということになります。This is a picture entitled Saint Jerome by Leonardo da Vinci. However, the number 61 was hidden in the background of this picture. 61 stands for God in Jewish gematria. In other words, the person depicted here is God himself, a self-portrait of GodHimself. Generally, this picture is entitled Saint Jerome because a white blank lion is drawn below, but this is also one of the tricky pictures. In other words, this is a self-portrait of God himself, drawn by God himself, being disguised as Saint.ジェローム。これは聖ジェロームと題された絵ですが、この絵の背景には61という数字が隠し込まれていました。61は
ユダヤのゲマトリアでは神を意味します。つまりここに書かれている人物は神自身の自画像ということになります。一般には下に白抜きのライオンが描かれていることから聖ジェロームということになっていますが、これも騙し絵の一つということになります。つまり聖ジェロームに見せかけた神自身による神自身の自画像ということになります。広し林ハメメシティジャパン。The original sketch of this is said to have been drawn by Michelangelo Buonarroti. However, in the sketch, it is written in code as Christ is Biblical King. Number 775025 stands for Christ is Biblical King in Jewish geometry. In other words, Christ is what the Bible writes.King. If you read this painting, you will also find that there is a number 15 and 20. 15 is a sacred number of Inanna Maria, and 20 is a sacred number of Shamash Jesus. What drawn here is Inanna on the left and Shamash on the right. However,What is written here was not only contrary to the doctrine of Christianity in the Middle Ages, but also unthinkable for anyone in common sense. Of course, Michelangelo himself, who is said to have painted this picture, had no way of knowing it. Everyone believed that the Savior is Jesus. However, in the painting,It was written that Christ is King in the Bible. King in the Bible. It writes that Cain, who killed his younger brother Abel with jealousy, is Christ. Then there is something important here I would like you to think about. In other words, who can write these words or...such a serious confession. If you read these words again, as it is, Christ is King who killed his younger brother. And moreover, Maria is Inanna and Jesus is Shamash. If King himself wrote these wording, it would be a serious confession. There's no other person who can write suchwording except King himself. Furthermore, I say here that it is only King himself who knows such a thing. In other words, it was King himself who painted the picture. There is no other God than King himself. Yes, King himself. Yes, that's right.It was Cain himself who could draw this. In other words, that is to say that this one single picture teaches the mystery of Christianity as a whole. At the same time, the series of paintings of all the works, including Leonardo da Vinci and Michelangelo's works, are the ones that Cain Christ left behind as messages toHumans, King Christ is the greatest artist in the history on this planet, the Earth. このスケッチの原画はミケランジェロ・ヴァルノティが描いたものと言われていますが、このスケッチ画の中には暗号でキリストは聖書でいうところのカイン
と書いてありました。つまりキリストというのは聖書でいうところのカインなんだよとです。さらにこの絵画を読み直してみると、そこには1520という数字があることがわかります。15はイナナマリアの神聖数です。20はシャマーシュイエスの神聖数です。ここに書かれているのはシャマーシュイエスとイナンナマリアということになりますが、この内容は中世のキリスト教の教義に反するのみならず、一般の常識においても考えられないことでした。もちろんその絵を描いたとされるミケランジェロ自身も知る由もなかったことです。救世主というのはイエスであると誰もがそう信じていたからです。がその絵画の中にはキリストは聖書でいうところのカインと書いてあったのです。カイン、つまり弟のアベルを嫉妬に駆られて殺した兄のカインがそのキリストだというわけです。がここで皆さんに考えてみてほしいことがあります。とても大切なことです。つまりこうした文言を暗号であるにせよ、それを書けるのは誰かということです。誰かということです。この文言をそのまま読むと、キリストというのは弟を殺したカインですよとなります。さらにマリアとはイナンナのことですよ、イエスとはシャマーシュのことですよと。つまり左側に立っているのがイナンナマリア、右下にいるのがシャマーシュイエスと。もしこの文言をカイン自身が書いたとするなら、それは重大かつ深刻な告白ということになります。またそんな文言を書けるのはカイン自身を置いて他にいません。さらに言えば、そんなことを告白できるのはカイン自身でしかないということになります。言い換えると、その絵を描いたのはカイン自身ということになります。他の神ではありません。カイン自身です。そうです、その絵を描いたのはカイン自身ということになります。つまりこの一枚の絵がキリスト教全体の謎を教えていることになります。同時に一連の絵画を描いたのはカインキリストであったことを示しているということになります。ここが重要です。同時に一連の絵画を描いたのはカインキリストであったということを示しているということになります。ダヴィンチやミケランジェロが書き残したと言われている作品は、すべてそのカインキリストが人間へのメッセージとして書き残したということになります。カインキリストこそがまさにこの地球上における最も偉大な芸術家だったということになります。繰り返します。カインキリストこそがこの地球上における最も偉大な芸術家だったということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。一応ミケランジェロ・バノティが描いたとされるカッシナの戦いと題された絵です。実のところこの絵がですね、本当にミケランジェロが描いたかどうかについてはいろいろと言われています。がしかし、まあ、そのスケッチ画のコピーが残っていたというわけです。でその中には775027という数字が隠し込まれていました。775027です。で775027をですね、ユダヤのシンプルケマトリアで解読するとキリスト聖書のカインとなります。つまりキリストというのは聖書でいうところの
カインのことだよという意味になるわけです。ここが重要ですから、皆さん自身の目で確認してください。775027ですね、がそれだけではありませんでした。1、そしてその下に5、そして02と続きます。02は20と読み直します。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできるようになっていました。ともかく15はですね、イナンナ・イシュタール・マリアの神聖数です。20というのはシャマーシュ・ウツ、つまりイエスの神聖数です。つまりこの絵の中には2つのメッセージが込められていたということになります。キリストというのは聖書でいうところの会員だよという意味と、そしてイナンナ・マリアとシャマーシュ・イエスがいわゆるキリスト教の原型を立ち上げたという意味になります。がしかし、カインというのはですね、嫉妬に駆られて弟のアベルを殺した大罪を背負った神ということになります。ここが重要です。カインというのは嫉妬に駆られてですね、弟のアベルを殺すという大罪を犯した神です。その神が、つまりは聖書でいうところのカインだというわけですね。つまり、こうした告白をできるの、告白がですね、できるのは誰かということになります。神のいわゆる、まあ、根幹、キリストの根幹に関わる告白ができたのは誰かということです。つまり神自身だということですよね。で、みんなですね、カインの素顔、元の顔だと私は判断しています。弟を殺した罪によりですね、このカインは顔にマークをつけられます。一般にはマークと言われ、顔を落とされたとなっていますけれども、つまりひげ、髪の毛を落とされたということになるわけです。で、77をもう一度見てください。これはシステナ礼拝堂天井、まあ、壁画のですね、最後の審判と題された絵ですけれども、そこには77という数字が隠し込まれていました。77はユダヤのゲマトリアによればキリストを意味します。つまりこれがキリストだというわけです。そしてこのキリストがですね、つまりカインであったというわけです。で、このカインに注目するわけですけども、カインにはヒゲがありませんでした。そのことはですね、ゼケラ書の書いたロストブックオブ延期、延期の失われた書の中に記述がありました。第8の年度版の中にその記述が出てきます。2ページ目ですね。この下あたりにそれが書いてあります。カインにはヒゲがなかった、ヒゲのないカインがそこにあったと書いてあります。ここですね。で、拡大して読み直してみます。And the face of Cain on the right was beardless, and the face of Seti on the left with beard was. つまり、右側にいたカインの顔にはヒゲがなかった。そして左側にいたセトの顔にはヒゲがあったというわけですね。つまりカインは弟を殺した罪によりですね、その上の神から、まあ、顔を聖書の方ではファレン、落とされたとなっています。その落とされたという意味がですね、つまりカインの顔ということになるわけです。まあ、当時ね、今もそうですけども、ヒゲのない髪の毛のない男というのは大変あの地域においては目立つ存在であったわけです。まあ、誰が見てもそういう人間だったというわけですね。まあ、そういうことを念頭に置きながら続く動画をどうかご覧になってください。レオナルド・ダ・ヴィンチの顔にまつわる謎を皆さんにも分かっていただけると思います。 Bye for now. This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim. What are you talking about?He is, of course, Leonardo himself, who is the person depicted
in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was a face of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として描かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に描かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えてよいのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林浜松市ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っている
レオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画は、この三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔に、マルドゥックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神、ロードアイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ、永遠の神ロードアイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュイエスにあってシャマーシュイエスにあらず、しかしカインキリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュイエスということになります。そしてその永遠の神ロードアイオンはモナリザと並びます。モナリザ、つまり火星の永遠の神マースアイオンの文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまりカイン・キリストは左で永遠の神ロードアイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マースアイオン、つまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔を、つまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞬膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞬膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像はこうして加工して作られた顔だということです。
Gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. To Jesus, one is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and Marduk, who was a replacement of crucified Jesus. Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over 2 millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humans to make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. Hayashi Hiroshi のイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドゥクです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。ヒロシハヤシ、浜松シティ、ジャパン。イエス・キリスト二人説です。今ご覧いただいている表の中で赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス、そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。で、結論ということになります。繰り返しになりますが、アンドレア・デル・ベロッキオとダ・ヴィンチはイエスの洗礼の絵の中に3人の神を描いています。シャマーシュ・イエス、このシャマーシュ・イエスは十字架にかけられる前にマリア、バプティストのヨハネ、そして裏切り者のユダによって殺されています。そしてその右にいるのがカイン・キリストということになります。このカイン・キリストの顔はミケランジェロがシステナ礼拝堂の壁画に描いている、まあ、いわゆるキリストですね。その下に77という数字がありますからキリストの顔と一致します。そしてその上にですね、固めの鳥が描かれています。固めイコール固めのマルドゥクへとつながっていきます。で、今ご覧いただいているのはカイン・キリストです。弟のアベルを殺したためにですね、まあ、このようなのっぺらぼうにされたというわけです。そしてこの顔にですね、固めのマルドゥクの顔が描かれました。そして左がですね、シャマーシュ・イエスのひげということになります。シャマーシュ・イエスは大変髪の毛のふさふさとしたひげの濃い神様であったと考えられます。そしてこの3人、つまりですね、カインとマルドゥクとそしてシャマーシュ・イエスの顔を合体してできたのがその下のレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。まあ、それぞれの細かい証明についてはそれぞれの動画をどうかご覧になってください。ともかくもこの左ってますか、この中央下のですね、この、人物はロード・アイオン、なあち永遠の神、ロード・シュ・アイアン、永遠の神ということになります。その文字を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。なあちレオナルドというのはですね、主なる永遠の神のアナグラムというわけです。で、これが結論ということになりますが、私たちが知っているダ・ヴィンチのこの肖像画はですね、カイン・キリストとマルドゥクとそしてシャマーシュ・イエスの顔、つまりはイエスの洗礼の中に書かれている3人の神ということになりますけれども、この3人の神の顔をですね、合体してできたものだということです。
これがこの動画の結論ということになります。John chapter 8 11 1 Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. イエスはこう言ったとされています。なんじゃのうち罪なき者石もて打てと、つまり石を持って人を責めることができるのは神イコールイエスだけということになります。その石をセントジェロームなる人物が持っているということは、この人物はセントジェロームではなくてイエス自身ということになります。広し林浜松シティジャパン、今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセントジェロームの絵です。このセントジェロームの絵の背景に61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてこの人物は向かって左側右手の中に石を持っています。つまりこの人物は神自身であることを示しています。が、今日のポイントはここではありません。あのパブロ・ピカソも代表作ゲルニカの中にそのセント・ジェロームを描き込み、そしてその手の中に石を描いていました。パブロ・ピカソの代表作、それがゲルニカです。このゲルニカの右下のところにセント・ジェロームが描かれていますが、パブロ・ピカソも
これがセントジェロームであることを知りませんでしたと私は判断しています。右がセントジェロームです。左右反転するとそのポーズはまさにゲルニカの中に描かれている人物と一致するということです。ポーズを丁寧に追いかけてみてください。つまり左のパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれている人物はセント・ジェロームということになりますが、パブロ・ピカソもこの事実を知りませんでした。私林浩司がこの事実を発見したのは2017年の終わりです。つまりパブロ・ピカソはですね、この事実を知る由もありませんでした。となるとこのゲルニカは本当にパブロ・ピカソが描いたのかということになります。謎が謎を呼ぶというわけです。それはともかくも、今ご覧いただいていますようにこのパブロ・ピカソの描いたセント・ジェロームの手の中に石らしきものが描かれています。一見すると指のように見えますが、指はちゃんと5本別に書いてあります。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームであり、そしてそのセント・ジェロームは石を持っているということです。右のセント・ジェロームが石を持っていると発見して、そしてそれを発表したのはこの私林浩司が最初です。となるとこうした事実をどのように考えたらよいかということになってきます。ともかくもここに描かれているセント・ジェロームなる人物は、つまりセント・ジェロームを台にした絵ではなくて、つまりは1500年後のイエス自身が自らの姿、つまり自画像を描き込んだということになります。石持て打てる人物は誰か、つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてその絵の背景には61、つまりユダヤのゲマトリアによれば神を意味する暗号が隠し込まれていました。これが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound.
glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders.